はい、皆さんこんばんは、じゅんです。今日はですね、愛車シルビアにデカールを貼ってみたいと思います。ナンバープレートもつけたいと思います。人生初の試みですね。ちょっとうまくいくかどうかわからないんですけど、見よう見まねでやってみたいと思います。車にシール貼るんですよ。だいたいイメージは湧いてるんですけど、うまくいくかどうかはわからないですね。まずはボディに、レイヤーですね。何個か候補選んであるんで、この中から貼っていきたいと思います。まずはですね、桜を散らしたいと思います。桜です。おー、つきましたね。桜模様にしたいと思います。本当は富士山とかね、富士山とかもいいんですけどね、やっぱり日本人ですから桜です。なかなかピンクのボディに桜合ってるんじゃないですかね。今ちょうど桜の時期ですからね。反対側もやっていきたいと思います。桜です。しかし、まあ、花粉がすごいですね最近。もうたまらないですよ、花粉症なんで。1年のうちで3月4月が一番嫌いですね。風は強いし、花粉は飛ぶし。桜は好きですよ。はい、桜って書いてあるね、漢字のやつもね、入れたいと思います。やはりね、漢字はね、入れときたいですよね。はい、大体できました。かっこいいです。イメージ変わりますね。基本あんまり車にシール貼るの好きじゃないんですけど、せっかくあるんで、どんどんやっていきたいと思います。続いてウィンドウにお約束のステッカーたちを貼ろうと思います。当時を思い出してね、貼っちゃいますよ。オプション。若い子は知らないかな、オプションっていうのが雑誌があるんですよ。チューニング雑誌ですね。そのステッカー貼るのが楽しかったんですね。そしてドリフト天国のステッカー。横行きましょう。横にはですね、なめ猫、なめんなよステッカーですよ。これを貼りたいと思います。角度もね、調整できるんですね。はい、バッチリ決まりましたね。反対側は何にしましょうか。反対側は何でもいいんですけど、やっぱこれですかね。 YouTube ですよ。 YouTube やってますよって宣伝しなきゃいけないですからね。今はテレビよりも YouTube の時代です。出来上がりました。こんな感じですね。さあ、どんどんやっていきましょう。続いてボンネット。ボンネットにね、この純オートメカニックのステッカー貼りたいんですよ。ボンネットにデーンって貼るのもかっこいいんですけど、ボンネビルとかね、04とか最高速ではないので、今回は真ん中には貼りません。こっちですね。ここに貼るのも昔流行ったんですよね。昔貼ってましたよ。当時を思い出して、こんな感じで貼っちゃいたいと思います。続いて、あ、そうですね、おっさんが乗ってますステッカーにします。ピンクでね、女の子っぽいんで、おじさんが乗ってますよと、皆さんが間違いないように、おじさんが乗ってますよってことで、おじさんが乗ってますステッカー貼りました。そしてあと漢字ね、漢字を入れておきたいです。やっぱ日本人ですからね、漢字です。あとはだいたいこんな感じですかね。結構自分好みにできたんじゃないかと思います。いかにもチャラい感じでいいですね。かっこいい。自分好みの世界に一台のマシーンができました。最高です。さあ、続いてナンバープレートいってみましょう。初めてナンバープレートをね、作成します。こちらも一応見よう見まねでやるんですけど、まずね、この白いプレートをセットして、
これがね、分かんなかったんですよね。なんかチカ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 最初分からなかったです。すんごい時間かかりましたね。簡単なんですけど慣れないもんでなかなかうまくいかなかったです。そしてこの枠組みですね。この枠をとりあえずセットして、この枠の中に文字を入れていくと、まあ、品川ナンバーですね。東京なんで品川ナンバーにしました。種類だってね、5ナンバーなんですけど、ちょっとワイドボディになってるので3ナンバーにしました。ちゃんと公認取ってますよってことですね。確か排気量もボアアップしてるんで3ナンバーですね。はい、猫のね、点を打ってニャンニャンニャンにします。この2をですね、この2なんですけど、複写、複製ってのができるんですよね。こちらを押して、レイヤーの複製、こちらを押すとですね、簡単に編集をして、簡単に2がね、複製できます。これ便利。もう一回やりますね。複製を押して、横に移すと。簡単ですね。そして最後に封印ですか。封印のおじさんに封印をしてもらいます。封印の大きさでかい。大きさどんなもんかな。こんなもんかな。ちょっとちっちゃくかな。もうちょっと上かな。こんな感じか。うん、ということで出来上がりですね。世界に一台の自分だけのシルビアが出来上がりました。フロントにはナンバーついてないんで、ナンバープレートついてないんで出来上がりです。かっこいい。やっぱグランツーリスモ7、自分の好きな車を自分の好きなように改造できるっていうのはいいですよね。走らなくても改造だけでも楽しいです。今日はシルビアを改造してみました。本日もご視聴いただきありがとうございます。明日のまた21時にお会いしましょう。